1944年のナチスドイツ時代の寄付金付け切って。上部の文字は1934から1944年母子援助活動の10年で NSV による施策の一つ。下部の文字は大ドイツ国。民族共同体とはドイツの表現で民族の共同体。もともとは第一次世界大戦の期間にドイツ人が戦争に結集する用語として使用され。 さらに、エリート主義や階級分割を打倒する意味で広まった。後に、ナチ党がこの用語を、ドイツ民族統一の意味で使用した。日本語では、ウォルックスの解釈により国家共同体、国民共同体などとも訳される。民族共同体は、ドイツの民族的なアイデンティティや社会的連帯を意味する概念で、最初は1914年に、 ドイツ社会民主党のヨハンプレンゲラが主張していたものである。民族的連帯はエディート主義打倒や階級分割打倒の意味となり、ドイツの政治で民主主義者とポピュリストの両方に普及した。第一次世界大戦終結後、バイマル共和制時代の期間にドイツ人が直面した経済的な破滅的状況と苦難により民族共同体の後は、 危機集結のための改革をもたらす、ドイツ民族統一の必要性の認識という意味で、使用されるようになった。この後は、国家社会主義ドイツ労働者、またこの概念は、フェルギナント・テンニースの1887年の著作、ゲマインシャフトとゲゼルシャフトでの理論にも使用された。しかしテンニースは、ドイツ社会民主党に参加しており、百三十二年に、ナチズムの台頭に反対し、 アドルフ・ヒトラーが政権獲得した際には名誉教授の地位を奪われた。1933年から1945年までのナチス・ドイツ時代に民族共同体が構築されたか否かは歴史学者の間で現在も議論が続いている。この議論は倫理的及び政治的な理由による有名な論争テーマの一つだがヒトラーとナチ党が民族共同体について語った。 際の曖昧さによって困難な議論となっている。ドイツ帝国の最後とバイマル共和制の開始となった1918年のドイツ革命の後、それを生み出したバイマル共和主義者と社会民主主義者に対して多くのドイツ人の間に強い敵意が存在した。1930年代のドイツや海外での複数の経済危機とそれによる多くのドイツ人の失業に直面して、 敵意は不安と結合した。この状況は、ナチ党の人気の増大をもたらしたが、その支持者には、政府が経済危機を解決することを願い、ナチ党が示した社会主義の理念を評価した労働者たちが含まれていた。勢力の増大に従って、ヒトラーは民族への信仰の回復と全体性の実現を願う一方で、他の政治家をドイツの統一を引き裂いていると非難した。 1933年に政権獲得すると、ナチ党は社会のいろいろな構成要素の支援獲得に努めた。民族共同体の概念は民族的には統合され、組織的には階層化された。これには全ドイツ民族を統一する民族的な魂の形態という神秘的な統一も含まれた。この魂は、地とどのドクトリンにおける土地に関連するものとみなされた。 実際には、地とどの一つの考えは、地主とお弱農民が一つの有機的な調和の中で暮らすというものだった。ナチ党は、第一次世界大戦のドイツの英雄とされた、パウル・フォン・ヒンデンブルク大統領との同盟の演出により、ナショナリストと保守主義者の間の支持を固めた。ナチ党は組織労働者の祝日であるメーデーを有給休,休暇として、 1933年3月1日には名誉ドイツ労働者への祝祭を開催し労働者の支持獲得を考えた。ナチ党はドイツはその労働者を誇りにすべきと強調した。政府はドイツの政権への労働者の支持を確実にするには1918年の最難の再現回避が唯一の道と考えた。政府はまたプロパガンダを通じてべてのドイツ人が メーデーの祭典に参加することは、労働者とブルジョアの間の階級敵対を休止する、希望となると主張した。メーデーの間は、労働や労働者を称賛する歌が、国営ラジオで流され、ベルリンの航空ショーや花火が行われた。ヒトラーは、労働者はドイツの産業力を構築して、戦争に立派に従事する愛国者と演説し、彼らは、 経済的自由主義により敷げられてきたと非難した。体制によるメーデーの採点後は、ドイツの新聞、ベルリーナーモーゲンポストは、政治的左翼の関連が増加した。階級創意廃止のシンボルとして異なった色の帽子を被った生徒による松明更新が行われた。ナチ党は、バイマル共和制の政府が始めた、社会福祉政策を継続し、 国家社会主義公共福祉組織を通じて貧困者や民族的に価値のあるドイツ人への援助にボランティアを動員した。この組織は事前活動を監督し、ナチスドイツの最大の市民組織となった。成功した試みには大家族を支援する社会活動への中流階級女性の参画がある。毎年行われた事前募金活動である冬季援助活動キャンペーンは、 公共意識を育成するイベントとなった。ナチ党はプロパガンダでこの新しい民族の共同体を多数使用し、1933年にウォックワードンのイベントを行い、人々が民族共同体となるよう描いた。この民族は単なる民衆、人民ではなく彼らを統合する神秘的な魂で、プロパガンダは個人をそのために死ぬ価値のある偉大になる。 全体の一部として描き続けた。ナチ党の一般的なモットー、集約化されたニーズは、個人の欲望より前であるはこの時代に、広範な感情となった。この観点の例には、ヒトラー・ユーゲントと、ドイツ女子同盟への陶器援助活動の募金推進があり、合計額は、個人別ではなく、支部別に報告された。陶器救援活動キャンペーンは彼らに、 公共心を生成する儀式として採用した。ヒトラーはドイツのみではブルジョアもプロレタリアもいないと宣言した。民族共同体は党や社会階級の区別を乗り越えるとして描かれた。階級をまたがって作成された公共心はナチズムの重要なアピールとなった。ミュンヘン一期の失敗後、ヒトラーは従来の反ユダヤ主義を抑制して民族の利益と 民族を救済する大胆な行動の必要性について考えを集中した。ベルサイユ体制は彼らが救済したいドイツを裏切ったと考えた。その後のヒトラーの演説は単なる反ユダヤ主義の排除ではなく民族への無限の執着に集中した。政権獲得直後にはドイツの救済の演説を行った。ドイツ国会議事堂放火事件が 反共産主義と反ユダヤ主義の暴力の正当化に使用される一方で、ヒトラー自身はドイツの新しい生命、誇り、統一について語った。長いナイフの夜が正当化された時も同様であった。ヨーゼフ・ゲッペルスはこの事件後のヒトラーを悲劇的な孤独に襲われ、ジークフリートのようにドイツを守るために血を流すことを強いられていると記した。この民族への固執は、 ナチのプロパガンダに共通した。例えば突撃隊のリーダーは、そうやだからこそ単純で強く、民衆に正直な人間として描かれた。突撃隊は時として、民族的なマナーの表明と説明された。ホルスト・ベッセルの生涯の一部は、映画、ハンス・ウェスト・マルでフィクション化され、共産主義者との暴力的な衝突、彼の階級和解の説得、彼の死による学生や労働者の団結、 などが描かれた。この改変は突撃隊による過去の暴力的、反抗的、対立的な過去は、ナチスが公権力を握ったドイツでは共同体的な組織に変革されなければならないという突撃隊への宣伝でもあった。このような団結はナチスのプロパガンダで正当化され、ナチスの誇るべき目標はドイツ民衆の団結であるとされた。また、 団結した意志を持つ社会では一等制の国家が必要と正当化され、ヒトラーは民族の意志は民主主義よりも直接的であると位置づけた。イギリスを金権政治と攻撃する際も自分の民族に参加できるドイツ人はイギリス人よりも自由であると強調された。法学者のカール・シュミットは彼のパンフレット国家、民族と運動でユダヤや ヒアーリア人の語はほとんど使用しなかったが、民衆の同質性と民族共同体を称賛することで、政治的な生活からのユダヤ排斥を評価した。強制的同一化には不十分であったが、ドイツ人を純潔にすべきというナチスの原理は続いた。心理学の分野では、カールグスタフ・ユングの集合的無意識が公共的要素があるとして、ジークムント・フロイトの概念よりも好まれた。 民族共同体は、第二次世界大戦中の映画では、社会の全階層が団結して、戦争にあたる15の守りとしても描かれ、ナチス時代では、偉大な愛と希望音楽界の2作が、特に有名となった。希望音楽界は、後に映画をベースにした、ラジオショーとなり、放送された音楽によって、非常に普及し、兵士からの多数のリクエストが寄せられた。ありがとうございます。